日本の民族問題。日本の民族問題では、日本における民族政策や民族的出身に基づく差別などに関して解説する。個々の問題の詳細については、当該項目を参照されたい。モンゴロイドが大半を占める日本では、特に近隣諸国に旧権を持つ人々や南米、党からの日系人帰国者などに対しては、同じモンゴロイドであることから、人種、 レースや皮膚の色、カラーに基づく差別は存在しない。しかしそれらの人々に固有の文化も存在し、この文化に対する周囲の理解といった問題や、公人の人種差別、レイシャルディスクリミネーションマイノリティ差別的な発言によって代化する場合がある。ブラック問題は、近世以降の歴史的な問題であり、社会的少数者である、ブラック出身者への職業や生計。 ディセントによる差別である。しかし、20世紀前半、ブラック民は、日本民族とは、人種的に違い、奴隷や朝鮮人、さらには、イスラエルの失われた士族の末裔であるといったことが、信じられていた。1965年の童話対策審議会で、ただ、世人の偏見を打破するために断言しておかなければ、ならないは、童話地区の住民は異人種でも異民族でもなく、 疑いもなく、日本民族、日本国民であるということである。すなわち、童話問題は、日本民族、日本国民の中の身分的差別を受ける少数、集団の問いである。童話地区は、中世末期内史は、近世初期において、封建社会の政治的、経済的、社会的諸条件に規制せられ、一定地域に定着して居住することにより、形成された集落である。 と答申され、移民族起源説は政治的には完全に否定された。また、その後の研究では、ブラクミンは徳川幕府の政策により形成され、江戸時代を通じて追放者をこの身分に含めていくことによって増加し続けたが、それ以前は全く、あるいはほとんど存在しなかったとされ、1615年以前はブラクミンの祖先となる人々に対する差別は、 特になかったとする、近世政治期源説がある。ただし、鎌倉時代には、被差別部落の形成が始まり、室町時代には差別は表面化していたとする説もまた、存在し、被差別部落の起源については、論争がある。戦前は大日本帝国として、複数の民族を抱え込んだために、朝鮮ハイハナ事件のような、中国人虐殺事件が起きることもあった。一方、 あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約、人種差別撤廃条約では世界人権宣言の具現化を目指し、人種及びそれに関連するあらゆる差別撤廃に取り組むよう世界に要請している。この条約において民族差別と人種差別はこれらの明確な区分が難しいこともあり、民族的もしくは種族的出身。 ナショナル・オアイスニック・オリジンに基づく差別を含めて、人種差別、レイシャル・ディスクリミネーションとして定義されている、第1条第1項。また、この条約、および、監視機関である、国際連合人権高等弁務官事務所人種差別、撤廃委員会、カミーティアン・ザ・イリミネーション・オブ・レイシャル・ディスクリミネーションにおいて、人種差別だけでなく、カースト等の社会階層、 ソーシャルストラタファケーション問題も含めて包括的に扱うため、第1条第1項において、職業や生計による差別が、この条約における人種差別の定義に含められた。これをもって、国連や国連との協議資格を有するブラック、解放同盟系の NGO、反差別国際運動、イマドアなどで、ブラック問題を条約上の人種差別として捉えることがある。また、 2002年8月の国連人種差別撤廃委員会の会合、サード CSR1531 において、整形による差別をテーマに議論が行われ、人種差別撤廃条約第一条中の、整形は人種のみを指すものではなく、人種由来でない整形差別も対象にする。また、整形、ディセントという語句はその語句自身の持つ意味を重視すべきで、あり。 日本政府から提出された最初、1997年1月14日と2回目、999年1月14日の報告書に見られるように、人種や民族、出身国と混同すべきではない、とする2001年4月の同意委員会の立場、サード C304、アド114も改めて表明した。他方、ウトロチク問題や、 日本国憲法第15条で国民固有の権利とされる公務員の選定、非免権、外国人人政権、外国人の公務員管理職への投与等に関する問題、各種学校、民族学校である朝鮮学校への公的支援問題といった元大日本帝国新民であり、サンフランシスコ平和条約発行により日本国籍を離脱し外国人となった韓国、 朝鮮籍特別永住者に関係す人権、権利問題をその歴史的背景と関連づけて日本の民族差別問題として扱うことがあるが人種差別撤廃条約においては政府による市民、非市民間の区別、排除、制限、選別問題は人種差別としては取り扱われない。 外国籍市民への不当な差別については国際人権規約や ILO 条約などに照らして扱われる場合が多い。2005年7月3日から11日まで日本の人権 NGO、反差別国際運動、今度は2005年当時の事務局長は武者の工事禁止での案内で国連人権委員会任命の特別報告者、ドゥドリエン、セネガル国籍が 人権状況の調査のために来日した。同報告者は、各地の人権団体の案内で被差別部落、大阪市何和区、西成区、ウトロ地区、京都朝鮮中高級学校、部落解放同盟中央本部、北海道うたり協会、現、北海道アイヌ協会、沖縄、カデナ基地や、名護市の普天間基地の代替施設建設予定地を訪問し、 ヒアリングを中心とした9日間の調査を行った。同報告者は2006年1月に報告書を発表し、調査の結果、日本には人種差別と外国人権悪が存在しているとし、日本政府に、日本社会に人種差別及び外国人権悪が存在することを正式に、かつ公的に認めること、人種主義、差別及び外国人権悪を禁止する。 国内法の採択を勧告した。さらに、愛の民族や朝鮮半島出身者への差別、解消策として歴史教科書を改善するよう提案し、国連総会に提示する考えを示した。また、取材に対し、日本政府は今回の訪問に協力的だったが、当局者の多くは民族主義と人種差別の深刻さを理解していない。政治家が、 民族主義的な態度で民衆の感情を煽っていることを憂慮すると述べ、石原慎太郎都知事の初意、三国人発言に対して政府が何らの態度表明も行わないことに懸念を示した。2005年11月には、同特別報告者が国連総会第三委員会人権において日本による人種差別を問題にし、包括的な人種差別禁止法の制定を訴えた。 国連人権委員会の勧告に強制力はなく、自国において深刻な人権侵害が存在すると疑われる国も委員会の構成国となっていることなどから調査対象とされた多くの他国政府は勧告を無視している。日本政府も公式の反応を示していない。またこの報告書に関しては、その中立性に対して産経新聞などの一部マスコミや保守層から ポリシーロンダリングを疑う声が挙げられた。産経新聞では、調査をアレンジした、武者の工事金秀が、ピース大阪の会長でもあり、金正日の思想を普及しようとする、ュチェ思想国際研究所と関係の深い人物である、ことを挙げて、日本に悪意を抱く人物が人権を武器として、国連を利用し、日本に言いがかりをつけることがよくあると報じている。日本国内で生活し、 日本国籍を持つ者にも、日本固有の意識、日本人としての意識あるいは、大和民族などとは異なった民族的自覚を持ち続ける人々がある。日本国民としての国籍を有する者は、個人の権利、義務が民族としてではなく一国民、個人として憲法上保障されている。各集団が抱える問題は、当該記事を参照のこと。なお、日本政府が、 国際人権規約に基づく国際連合への報告書に同規約第27条に該当する少数民族として記載しているのはアイヌ民族のみである。2013年12月3日元外務省主任分析官で自らを沖縄人と辞任する佐藤優はハフィントンポスト日本版において日本による 構造化された差別が沖縄には存在し、石場茂のデモはテロと変わらない発言に見られる在京エリートとマスメディアが沖縄の差別構造に無自覚であることが沖縄人としての自己同一性を強め、日本人であるという自己意識を吸って民族としての沖縄人を確立しなくてはならないと考える沖縄人の出現を促していると述べた。 また同士はかかる状況を国際基準で見た場合、民族問題の初期段階あると分析している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。